お疲れ様です。ちょっと時間が空いたんで、もうヘブ版のことをぼんやり考えてたんですよ。ちょっと最近そういうこと多いんですけど。で、特に、新宅と白百合の花、これ白百合で読み方合ってますかね？白百合の花についてちょっと考えてて、で、やっぱりあのエピローグの時系列がいつなのかっていう問題ですよね。で、まあ、さっきちょっと僕の考えっていうか印象を書き殴ってたんで、でも配信で枠を取って喋るほどのことじゃないかなと思って、ちょっと珍しいんですけど、動画で喋ってます。で、結論として、考察はひょっとしたら必要ないのかもしれないってちょっと思ったんですよ。で、そこに至ったちょっと経緯というか思考を、まあ、マジで殴り書きレベルなんですけど、紹介するんですけど、で、最初に、まず、これは多分誰もが思うことだと思うんですけど、その、白百合のエピローグの中で、葵とか 31A とか、そういう具体的な用語が一切出てこないんですよね。で、基地内に他キャラの姿も全くなくて、エピローグだと。で、だから時系列を特定させないっていう制作側の意図みたいなのを感じるんですよね。で、つまり、広く解釈できるようにシナリオを書いてるんじゃないかなっていうのはちょっと間違いなさそうじゃないかなって思ってます。で、ということはですよ、参照以外にもこのエピローグが挿入可能なタイミングっていうのは今後出てくるんじゃないかなって思ってるんです。っていうのは時系列の解釈の余地を残すっていうことはヒトナービーの真相を知る前の3章かそれとももっともっと未知の未来かっていう、まあ、二択が出てくるじゃないですか。そのタイミングとして。で、今後もしこれで特にこのエピローグが挟まるようなタイミングがもう出てこなくて、結局3章での話だったんだってなった時、そうなると肩透かしを感じる人もちょっと出てくると思うんですよ。で、わざわざそんな仕掛けを用意するかなっていうことなんですよね。で、まあこれはもう時系列をぼかしてるのが制作側の意図だったと仮定した場合の話ですけど、で、シナリオ書く際っていうのは、まあ、特に運営型のゲームとかのシナリオ書く際っていうのは、その受け取り手、ユーザーが持つ情報量のばらつきを考えて書くと思うんですけど、で、白百合の場合、まず前提として、その第2章のクリアが条件ってなってるので、まあ、そこまでの話はユーザーの知識としてまあ共通ですよね。なので、そのユーザーの知識を分けるのは、まあ、大きく言うと3章をクリアしてるかどうか、そのクラの死を経て、で、ヒトナービーっていう真相を知ってるかどうかですよね。で、その知識を通ってない人は、まあ、いざ通った時に、あ、あの時白百合でユイナ先輩が言ってたやつこれだってなるので、まあ問題ないとして、で、すでに4章までを経験済みのユーザーがこれから白百合をやるってなった時に、そこを楽しませることも制作側はやっぱり意識しないとはいけなくて、で、そこの層を楽しませるためには、後から情報がつながる快感を与えるのがいいと思うんですよ。で、まあ、まさに白百合の序盤っていうのは、1章から2章にかけてを、それを実践してたわけなんですけど、で、これは別に3章以降のネタバレをしなくても、時系列を明確にしておくだけで達成できたんじゃないかなって思うんですよ。っていうのはそのユーザーの共通知識として2章までの話、だから葵の死については触れることができるからなんですよね。これがだからエピローグが葵の死の直後だって認識させるだけでも十分だったはずなんですよ。でもそうしてはないわけじゃないですか。で、まああとそれからそのルカがヒトナービーっていう真実を知った時にメインストーリーとかあと交流の中で白百合でのそのユイナ先輩との会話と繋がるような何かを用意することもできたはずだと思うんですよ。このあたりはちょっと僕のその制作サイドへの圧倒的な信頼から来る確信なんですけど、制作サイドを信じた上での話なんですけど、心が折れそうになった時、私のことを思い出せっていう風に言うユイナ先輩のセリフがあるわけですけど、あれが後からわかる伏線とかつながる布石として最大限の感動につなげようとすると思うんですよね。でも4章でルカを最終的に立ち直らせたのって、まあもちろんいろんな思い出もありますけど、最終的に立ち直らせた直接の要因はそのユッキーとの会話であって、で、現状だとその作劇する上で、ちょっと演出として衝突して散らばっちゃうと思うんですよね。そのユッキーとの話と、あとそのユイナ先輩との話が。で、次のページなんですけど、ちなみにこれめっちゃ長いですよ。この文章量で、この文字数で7ページ分あるんで、ちょっと長いんですけどすいません。上から行くんですけど、結局一番の引っかかりなのは、白百合が実装された時点で、4章前編までメインストーリーも実装済みだったっていうことなんですよね。で、その一番問題視されてるのってやっぱりエピローグの最初に出る、遥かに時は流れっていう部分だと思うんですけど、これも、まだ3章が実装されてない段階とかだったら、その3章が実装される前に白百合が実装されたとかだったら、まあ、そんな遥か先じゃないじゃんとは思うにしても、そこまで不自然にはならなかったんじゃないかなって思うんですよ。っていうのは、その物語の実際の時系列とは別に、ユーザーの体験としての時間軸があるからですね。3章や4章がすでに実装されてる現状だと、蔵の死だったりとか、あとヒトナービーっていう真実の発覚だったりっていうのは、ユーザーの体験として、そこまでクリア済みの人にとってはもうすでに過去の話だし、で、まだクリアしてない人にとっても、もう実装済みのチャプターではあるから、目の前の少し先の未来っていう状態なんですよね。その状態で、遥かって表現するのはちょっと不自然かなって、個人的には思います。で、それからその4章タイミングで発生するユイナ先輩との交流で、あるいはここで死のうかっていう交流ストーリーがありますけど、その中で、ユイナ先輩も大切な仲間を亡くしたばかりだっていう思考をルカがしてるんですけど、そのルカのそのあたりの振る舞いっていうのが、仲間を失うって宣告されてからの様子には見えないんですよ。ユイナ先輩に言われてたことが当たってしまったっていう状態にはちょっと見えなくて、じゃあ失う仲間っていうのはクラじゃなくてめぐみんのことかなってなったとしても、ユイナ先輩の言葉にはちょっとなんか死の気配みたいなのが漂ってるように個人的には感じるんで、少なくとも4章前編でのめぐみんの除隊のことが指してないような気がするんです。で、それに関してはめぐみんが離脱した直後の談笑、イロッチのイベントでのルカの言動を見てても、やっぱりちょっと違和感が残るかなって思うんですよね。だからユイナ先輩の言葉が示してるのは蔵やめぐみんのことではなくて、まあ、だから白百合エピローグは3章での会話じゃないっていうふうに個人的には思います。で、ちょっとここから白百合エピローグでのユイナ先輩のセリフを見ていくんですけど、まずそういうところだけは変わってないなってルカに対して言いますけど、2人が出会ってから3章に至るまでの時間経過で、こんな風にルカに対して感慨深く思いますかねっていうのがまずあります。で、ちょっと次のページなんですけど、ユイナ先輩があまりに俯瞰的視点っぽい物言いなのも、エピローグの現在がいつなのかをちょっと濁してるような感じがして、信託を受けて未来を知ったりとか、あとルカと出会った過去を振り返ったりとかしたことで、時間を超越してるような感覚にあるのかどうかちょっとわかんないんですけど、まあそれでルカが言う、ユイナ先輩とこうして歩くのも久々だなっていう言葉に対して、ユイナ先輩が、そうか、うん、そうかもなって返すんですけど、ここの言い方は、なんか、久々っていう以上の、なんか実質的な時間経過とは別で、精神的な時間経過をすごく感じるんですよね。なんか随分遠くまで来たなって、歩いてきた旅路を、振り向いて噛み締めてる感じというか、まあこれはあれから随分と時間が経ったな、いろいろなことがあったっていうユイナ先輩のセリフともかかってくるなって思うんですけど、このあたり、この白百合っていうこのイベントは、まあ、ユイナ先輩の長い追走を一緒に覗き見してるようなイベントだったんかなとちょっと感じるんですけど、あれからっていうのは素直に受け取るんなら、白百合で書かれた序盤のユイナ先輩とルカとの出会いとか、あと最初のアリーナのシーンとかからの時の流れを指してると思うんですけど、そこからエピローグまでの間にルカだけじゃなくてユイナ先輩にとっても、その時を長く感じてしまうほどの何か、まあいろいろなことがあったんじゃないかなって思います。で、アリーナでの腕試しの後に交わされるちょっと2人の会話っていうのは、個人的にはこれから最終局面を迎えようとしているレベルのものに感じるんですよね。映画脚本に関する本で、セーブ・ザ・キャットっていう本があって、そこに出てくる有名な構成のテンプレートとして、ブレイク・スナイダー・ビートシートっていうのがあるんですけど、で、その映画の脚本の3幕構成でいうところの、第2幕と第3幕の間に、第2ターニングポイントっていうのがあって、で、その直前に主人公がどん底に落ちちゃう、全てを失ってとか心の暗闇っていう段階があるんですよ。で、ここで起きる出来事っていうのを結菜先輩予言してるようにも聞こえるんですよね。で、ちょっとさらに次これどんどん行くんですけど、もう子供のままじゃダメ、無邪気なままじゃダメ、大人になって踏み出すんだっていうこの辺りの結菜先輩の言葉は3章の時点で突きつけるにはちょっと早すぎないかなっていう印象があって、これはシナリオ構成的な視点で見てもそうだし、あと新人と先輩の関係性で見てもちょっとそうなんですけど、もしこれが葵の死を経てのそこに関しての会話だとしたら、まだルカっていうのは最初の身近な死を体験したばかりの新人なわけですよ。で、先輩の振る舞いとしてはまだまだ寄り添って支える距離感の方がしっくりくる段階なんじゃないかなって思うんですよね。もちろんそのヘブ版の世界っていうのは死と隣り合わせの世界で、そういった世界で甘やかさないっていうのはもちろん大事なことなんですけど、ただやっぱりその3章 Day1 の葬儀場のシーンとか、あと4章での交流での距離感とか見てると、そこといまいち噛み合わない気はするんですよね。で、ここの結菜先輩っていうのがもう明らかに伝えられることを伝えて教育を終えようとしてる空気があるなって感じるんですよ。要するにその主人公の独り立ちを促すセリフであって、物語の最終局面にこそふさわしいレベルの内容じゃないかなって。で、その時隣にはいないかもしれないっていうセリフも、その結菜先輩のセリフも、ただ不在っていうだけの意味にはちょっと聞こえないし、どうしても。で、やっぱりその卒業とか親離れを連想させるなって感じるんですよね。どこにも行かないとは言ってくれますけど、彼女たちと行けって伝える時点で少なくとももう教えることはないって言ってるようにも聞こえますし、実際そのアリーナでここまでになったか頼もしい限りだと言ってますしね。これがクラの死よりも前で 30G の協力をまだ得てるルカへの言葉だとすると、ちょっと違和感があるなっていう。このセリフを言わせるならまだルカが先輩部隊と行動してるようなタイミングじゃないんじゃないかなっていうね。時系列やテキストがめちゃくちゃ練られてる作品ですから、ヘブ版は。そういう作品だからこそ、こういうセリフをふわっとは使わずに、ここぞっていうところで言わせる気がするんです。だから、私がお前を信じたことを思い出せっていうセリフもありますけど、このセリフも過去形になってるのが、その自分の存在を未来へ前へ進んでいくルカにとっての過去に置いてるなっていう印象が強いんですよね。で、ここのセリフ、どこにも行かない。私には私の仲間がいるからな。あいつらを置いてはいけない。けどお前にだって大切な仲間がいるだろう。だから彼女たちと行け。進むんだ。ここのセリフなんですけど、ちょっとやや深読みしすぎかもしれないんですけど、この連続したセリフが、けどのところで区切られた上で、テキストとして対になってるんですよね。ちょっとこれ、書いてるんで、ちょっと見てもらったらって感じなんですけど。で、進んでいくものと見送るものっていう描写に見えるんですよ。まるで、遺言とか、もしくは卒業証書みたいな。このセリフの後に実際、じゃあ本当にもう行くよってルカがその場を去って、残った結菜がルカの背中を静かに見送るっていうシーンがあるんですよ。ありますよね。あそこが非常に暗示的ですよね。お前が人類を救うとき、果たして私はと本人が言ってるんで、少なくとも結菜先輩の死を確定させるものではないとは思いつつ、でも少なくとも結菜先輩がルカの背中を送り出すっていう段階には来てるシーンだなって思います。で、4章の交流では相談に乗ったりもしてるし、で、まだまだ、そのメインストーリーの上でも、先輩としての背中を示してくれてるっていうだけに、やっぱり3章に持ってくるには早すぎる演出かなっていう気がします。それで、ルカがすでに他の悲劇も通ってきたんだったら、仲間を失うなんて言われても今更ではっていう意見もあると思うんですけど、むしろ何度も失ってきたからこそ、白百合のエピローグに登場したルカが、その平気なふりして無邪気を装って強がる、けれど弱り切ったルカになってる気がするんですよね。その、ルカの性格だったら、一人一人の死という死というものが、後になればなるほど、慣れて麻痺してくるなんてことは多分なくて、全てが平等に辛い出来事だと思うんですよ。もう全部を正面から受け止めてしまって。だから、さらに死ぬっていう風に、確定事項として宣告されたら、当然、ふざけないでっていう風にショックを受けるのは、もうそこは変わらないと思うんです。で、また仲間を失うの？これ以上仲間を失うだなんて、もう勘弁してくれよ。このあたりのセリフは、何度も何度も失ってきたのに、これ以上まだ失って言うんかっていう叫びのように聞こえるんですよね。特に、これ以上っていう言葉選びは、もう複数の悲劇を通ってきている方がしっくりくるんじゃないかなって思います。もう嫌なんだよ、あんな思い二度としたかねえっていう、ここも意見が分かれるセリフだと思うんですけど、誰かの死っていうのをこれまでに何度も経験してたとしても、二度とっていう言い方はできてしまうんですよね。で、正直、このあたりは完全に、どっちとも取れる言い回しに意図的にされてると思ってて、だから、ここから時系列を推察するのは不可能だと思います、多分。で、個人的には、あまりに遠回しと匂わせが充満したテキストなんで、クラと人のアビのことを言ってるんだと、そのユーザーに極力ミスリードさせようとしてる書き方に感じました。だからこんなにもちょっと遠回しに遠回しを重ねた感じになってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、すいません。長々と。これが最後のページです。長々とすいません。3章ラストのことを言っているか、もっと先のことを言っているか問題。このユーザーの解釈分裂が、偶然の産物じゃなしに、狙い通りだっていうのは間違いないと僕は考えてます。単純にそのクラや人のアビーのことを指してるなら3章以降のネタバレになるような詳細は伏せつつも、それでももっといくらでも分かりやすく書けると思うんですよ、僕は。で、エピローグで他キャラが基地にいないのは、100歩譲って2人の対話を際立たせる演出かなって受け取れなくもないんですよ。ユイナ先輩とルカ2人きりの空間というか、2人の向かい合った真剣な対話っていうところで。ただ、あんな思いっていうような曖昧な表現を多用して、で、具体性を一切出してなかったり、で、意識して使わないと書くはずもない、はるかっていう言葉をもうわざわざ置いてたりするんで、そういった要素の全てが、この短いエピローグに揃ってしまってる以上は、その広い解釈と考察の余地が生じてるのは、多分制作側の意図的のはずだと思います。それで、繰り返しになるんですけど、どちらとも取れるように作ってる時点で、もっと先の展開に、その白百合ラストでの信託が当てはまる場面ってのを用意してくるって僕は予想してます。そうでないなら、もっと先の話なんじゃってユーザーに考察させる必要がそもそもないですよね。今後の展開についてドキドキさせたいっていう考えの可能性もなくはないんですけど、その場合は、後で肩透かしになってしまうっていうことが分かってるんで、わざわざそんなことをするかなっていう印象です。だから、ある意味で、時系列の考察は不要かもっていう結論になりました。つまり、その、白百合での信託が3章ラストのことを指してるとしても、そうでないとしても、どっちにしろ、その信託が当てはまるような場面が、今後また出てくることに変わりはないって僕は思うからです。っていう結論なんですけど、ちょっと長くなっちゃった上に話の順序もごちゃごちゃで分かりにくかったと思うんですけど、まあ以上がちょっと自分の感じたことです。で、一応付け足しておくと、全部あくまで僕の個人的な妄想なので、この僕の考えが正解だっていうことでは絶対なくて、解釈の余地が無限にあると思ってます。っていうのは、一応付け出しておきます。以上です。今ちょっと動画ってどうやって締めればいいんだって今めちゃくちゃ困ってるんですけど、動画ってどうやって終わればいいのかな。ありがとうございました。